物心ついた時から貧困の限りを味わう毎日、まるで戦後の孤児並みの生活しかできなかった。今の日本でもまだそういった現実はある。誰からも愛されず、誰からも必要とされず、ただ孤独と向き合いながら生きていく辛さを。だから俺は絶対に偉くなってやる。偉くなって金を手にしてやるということだけを考えて育った。俺は誰よりも働いた。そして誰よりも我慢した。なぜか分かりますか？金のためですよ。金という目標ができた瞬間から、俺は手段を選ばず、生きる時間の全てを金を作ることに捧げてきた。そして欲しいものは何でも買える。いい女も好きなだけ抱ける。周りのみんなも俺の命令を喜んで聞いてくれるようになった。だけど気づいたんです、全ては嘘だと。そうです、人間はみんな嘘つきで身勝手だ。いくらたくさんの人間が周りにいても、みんないつか自分の都合で勝手に離れていく。そんな様子を見続けながら俺は悩んだ。人間の絆なんてものはこの世にないものなのかと。お前は何にも分かってない。お前の周りから人が去っていく理由、俺にはよくわかるぞ。お前もその連中も金に振り回され、人間そのものと向き合うことをしなかった。お前は自分しか信じちゃいない。自分以外の人間を心から信じない。だから人から愛されない。キルさん、もう少し早くあんたに会って教えてもらいたかった。みんなー！